皆さんこんにちは、かほなんです。今日は家族と遊びに来たんですけど、今ウレダムというところにいます。イエーイ。今日は山も登ります。私とお母ちゃんのリクエストで。何にもなくていい。本当に景色が綺麗。あの、今新城にいるんですけど、愛知県のこの辺は本当に山が綺麗です。ちいわ、今日は初めての家族登山。いや、登山じゃないけど、ちいわ行ってきます。またすごい。意外と男性陣が先に行っちゃって、山やる人間後ろからついてくという基礎体力の違いかもしれん。一応手は開けてます。本当？あら、お洋服が暑くて脱いでたんかな。これさすがに忘れんよね。この服は回収するんかな。あー、いいね。めっちゃ綺麗や。ねえ、すごいよ本当に。ねえ、すごいね。帰ってきました。じゃあ次は島に行きますか。はいよ。
いいとこ。今日は家族旅行2日目。朝、雨降ってるんですけど、釣りをします。イエーイ。できた。めっちゃおもちゃ釣り竿。1m20しかないんだって。そう。でも持ち運べるのこれだと。よし、これで釣りします。ポイント買いました。いいな、なんかもうこういう生活したい、島でよし、じゃあもう魚いるかわかんないけどやります。確かに軽い、この竿を振り回せるね。はい釣れない上に、なんか最後諦めて餌をバラバラって巻いたら何も魚が湧いてこないという、マジで魚がいないので今日は引き上げました。いないねはい、猫さん見に行こう。猫さん、帰るよ。あ、帰りは違うやつや。ありがとう、佐久島。帰ってきました。あ、なんかこの動画は釣りしてなんかめっちゃこう釣れてわーみたいな動画になってるつもりで回し始めたんですけど、まあ、釣れず雨も降っててそのなんかこうゆるっと家族旅みたいな穏やかな動画になってしまいましたあ、これで釣り好きの方とかが楽しめたかどうかは分かんないんですけど、私は旅が楽しかったので大満足です。じゃあまあ釣り動画じゃなくて旅行動画になってしまいましたがはい、今回の動画は以上となります。では、最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら、Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、カホナンでした。バイバーイ。やばい。